しっかり小さな円でいけよ。はい、おお、ナイスボール。小さい円でいくよ。小さい円で緩めろって言ってんじゃないよ。取ってこうやってボール取って、ここからこう持った方がスムーズだし。こういうふうにこの先に本当にフォームがあると思ってあげないと、キャッチボールもそうだし。いいよ。足っていうかリズムと全体で投げないと、外野手は投げる基本は全部下半身なの。どういうことお前。俺が足の使い方がもし分かんないんだったら、ちゃんとステップを踏んでフォームに対して入っていかないと、取ったらこう大きく踏み出すとか、それを引っ掛けてこのままいったらやっぱりね、体っていうのは使えないから、取ったら一個踏み出してボールとかでこう大きくはい。そうだ、いいじゃん。なんか楽にやりたいなと思うんですよ。楽にできないやつはもうできるしかねえだろ、思いっきり。それで調整するしかないっしょ。不器用な人っているから、マジで。力むんだったら思いっきり力んで、そこで加減を調整して自分のものにしなさい、分かった？はい、あいや、はい。じゃあ、もう投げた後に、投げた後に、はい、Cだねー、じゃあ、意外と球いかねえから、投げて、いけーって、最後まで、そう、最後まで、相手が捕球するまで球をあったら目離すな、それ大事か、キャッチボールから全部、それで盲点かも。だからそのイメージしててもむちゃくちゃいくのよ。お前がこう放っても角度も全部バラバラだし、俺ライトだろ、あの子ホームだろ、そしたら大体この辺かなってなるわけだよ、大体。で最後まで取ってそこに向かってこう投げて「いったー！」って OK、 今指かかったら今はちょっとかかってねえななってくるわけだよ。これすごい。そう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 、全然年間だと違う。内野も外野もキャッチャーもピッチャーも全部そうだよ。アジアってそうじゃん。言ったりしてさ、あの人こうやってこう見てるからね、写真とかさ映像見てる、最後まで見てるから、こう投げた後こうやって、意識しろ、意識しろ、意識意識意識が無意識になるからな、分かった？もう一回意識意識意識が無意識になるから、死ぬほど意識しろ。そう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 、いいじゃない。やっぱりね、あの内野も外野もキャッチャーも全員そうだよ。自分が放ったボールは相手が取るまでやっぱ責任持たなきゃダメ。目切る選手は本当に多い、キャッチボール含めて。キャッチボールでもさ、取ってさ、投げてさ、投げてすぐさ下向いてこうやってやったりさ、こうやってやったりさ、こんなやったりする人いるじゃん。そうじゃないの。キャッチボールでも投げたら相手が取る前にしっかり見るの。それ一つでやっぱえらい変わるから、そこに目的があるから、そこに最後まで投げようとする努力が生まれるし、肝に一つ気づきを得ることができました。相手を思いやる心を野球よりも早く学んでほしいな。人としての心をその息に感じてやりますんで安心してください。何回息お前の息はどこにあるんだよ。それは本当に。